皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。エンタメなんでもむしゃむしゃ TJ 石川です。今週は BTS の特別企画です。5人のアーミーたちに1人ずつ連続でお話を聞いてみたいと思います。5人全員でセットリストを作ってもらうという企画をやっていますので、そちらもお楽しみにしていてください。今日は3人目のアーミーです。ちょっといつも以上に身内のゲストが登場です。そして妄想ライブは中盤です。後半に向けてどうなるのでしょうか。それではどうぞ。3日目のゲストはアイちゃんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。それでは早速ですが自己紹介お願いします。はい、こんにちは、アイちゃんです。年齢はちょっとシークレットで行かせていただければと思います。普段はエンタメ系の会社で働いてます。DJ 石川の嫁もやらせていただいてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまでの1夜2夜は聞きましたか？いや、ちょっと変な情報をこう入れてしまうと緊張しちゃうなと思って、うん、あんまりこういうインタビューとかされ慣れてないんで聞かなかったです。あえて、はい、もう真っさらな状態で、はい、でもなんかこう紹介された曲とかは、うん、一応教えてもらって、はい、っていう感じです。はい、じゃあ早速ですが、愛ちゃんは何ペンですか？私はユンギ寄りのオルペン、うん、っていう感じなんですけど。ユンギペンとオルペンってことね。そうですね、基本的にはメンバー全員のことが好きなんですけど、ユンギへのちょっと愛の味が濃いみたいな、うん、まあ、ユンギってシュガーのことですね。はい、強いて一人あげればっていう感じ。はい、うん、そういう感じです。アイちゃんがアーミーの活動をしていてどの時が楽しいですか？いや、結構その時々で楽しみ方はいろいろで、こうパフォーマンスの動画見てる時が楽しい時もあれば、音源聞いてる時が楽しい時もあるし、バラエティ番組見てる時が楽しい時もあるし、うん、なんか逆にそういう風にこう本当にシチュエーションによって楽しみ方がたくさんあるバンタンが素晴らしいなと思ってます。ちなみにじゃあ今日見るとしたら何見ます？今日はこのインタビューを受けるにあたって、うん、こうどんな曲をこう紹介したらいいかなとかっていうのを考えてたら、うん、やっぱりちょっとこうパフォーマンス動画とか、うん、バンタンのまた曲にこう少し触れたいなっていう気分になっているので、この後はいろいろ見たいなと思ってます。なるほど。そんな風にいろいろな BTS バンタンの映像だったりとか音楽だったりを楽しんで今いますけど、はい、そもそもそのアーミーになったきっかけ、うん、あれ自分アーミーかもしんないって自覚したのはどれぐらいのタイミングですか？きっかけみたいな感じで言うと、うん、なんか具体的なシチュエーションは覚えてないんですけど、なんか多分仕事でなんかこう大きなプロジェクトとかが終わった後だったと思うんですけど、うん、なんかこう抜け殻になっちゃったタイプ、まあ、人生そういう時あるじゃないですか、うん、やりきったなっていうところが。あ、そうそうそう、でなんかこう日常生活でもなんかこう自分に覇気が出ないなというか、やる気が出ないななんていう日々が続いてた時に、なんか小さなことでもいいから目標立てようと思って、あ、そういえば大人気な BTS のメンバーの顔と名前私一致しないなと思って、それを1週間以内に成し遂げようと思っていろんな動画を見たら、もう完全に沼にはまっちゃったっていう感じですね。それはその7人の顔と名前を一致させようっていうのは、もともと興味があったからとかじゃない？あ、全然そんなことないです。なんか人気者なのに私なんで知らないんだろうみたいな感じで思った感じ、うん、あ、じゃあそれを名前を知ろうって思ったのはもしかしたらストーンズでもよかったかもしんないし、スノーマンでもよかったかもしんないし、でたまたま、BTS、はいはい、ちょっとまあ日本人じゃないところを覚えようかなって思ったのが BTS だったっていう。そうですね、うん、やっぱ特にこう日本のアーティストじゃないんで、うん、よりちょっと覚えるのにハードルが高いかなと、うん、まあ、思いきやもう1日で全部覚えちゃいました。1日覚えられるんだ。それくらいの動画を見ました、うん、なるほどね、はい、こんだけ話を聞いててもまだ名前と顔が一致しないっていうね僕からしたら
一日で覚えられるもんなんだなっていうのをちょっとびっくりしました、はい、そうやってこう BTS を楽しんでいて、アーミーを楽しんでいる上で目標というか夢ってありますか、うんうん、あ、それはもう完全にライブに行くこと、コンサートに行くことがもう最終的な目標、うん、で行ったことがないので、うん、死ぬまでに絶対に、まあ、BTS、うん、生の BTS 見たいし会いたいなって思ってます。その会いたいっていうのはライブを見に行くっていうレベルの会いたいっていう、はい、あの街中ですれ違うとか、うん、あ、まあそうですね、うん、どちらだったら彼らのパフォーマンスを見たいっていうのがあります、はい、それは日本でやろうが韓国やアメリカとかでもどこでもいいからっていう、あ、もちろんもちろん、むしろ外国でも飛んでいきたいなって、うん、はい、思ってます。なるほど。たくさんのバンタンの動画を見ているからこそ聞いてみたいんだけれども、もし俺をBTS ファン、アーミーにしたいって思ったら何を見せますか？難しい。ちょっとめんどくさい答え言ってもいいですか？はい、一つに絞るのはすごく難しくって、うん、なんかDJ 石川が他の回でも言ってたかもしれないですけど、やっぱアイドルの魅力って、うん、バチッと決めてる時と、うん、まあ、ちょっとバラエティでおちゃらけてる時のこのギャップ、うん、まあ、緩急の差みたいなところにこうやっぱ沼があると思ってて、まあ、そうなると何かしら一つをこう見るっていうよりは、なんかパフォーマンスのこうかっこいい動画を見て、まあ、その上で、まあ、さっき挙げてたラン BTS みたいなバラエティを見たりとかっていうのがいいのかなとは思うんですけど、ラン BTS の中で、まあ、ちょっとこう謎解きじゃないけど犯人探しゲームみたいなちょっと推理っぽい回があって、うん、それはなんか割とこう男の人も、うん、楽しんで一緒に見れるんじゃないかなとは、なんか単純にこうメンバーがワーキャーやってるだけじゃなくて、うん、そういうこうトリックみたいなのも入ってくから、まあ、ちょっとこう楽しめるのかななんていうのは思ったりします、うん、クイズ番組を見てるみたいな感じで見れるよっていう、ね、はい、うん、そうですね、うん、ただなんかツイッターで、うん、こう、まあ、どっかの国のアーミーが言った言葉だと思うんですけど、うん、バンタン BTS はその人が求めてる時に出会うものだと、本当に必要としてる時に、はい、もう自然に出会うものだと、うん、まあ、背中を押してほしい人もいれば、うん、共感してほしい人もいれば、まあ、元気づけてほしい人もいれば、うん、まあ、いろんなその自分のタイミングで出会うものだっていう言葉があってものすごく共感して、うん、はい、なのでいつか DJ 司会にもそういうタイミングが来るんじゃないかなと、なるほどね、はい、思います。迎えに行くというよりはもう向こうから来てくれる日が来るってこと、はい、そうですそうです。あ、じゃあそれを待ちたいと思います、はい、それでは、いよいよ3日目、この5夜連続企画の目玉ですね、仮に BTS が日本に来日して日本武道館でライブをやるとしたらどういうセットリストにしますかというもので、1夜目ゆうりさんにはダイナマイト、 DNA、 ボーイウィズラブを挙げてもらいました。2日目、かもめちゃんにはベストオブミー、ブラッドスウェットアンドティアーズ、フィルムアウトと、6曲までここまでできてきています、はい、今日は3日目なので、7曲目から9曲目のセットリストを選んでいただくわけですけれども、はい、もう、ね、このライブの中盤ダーッと駆け抜けた後のこのライブの行く末はどうなるのか考えました？めちゃくちゃ考えました、はい、まあ、まず武道館っていうのが、うん、いや本当にもしやったらやばい、1万5千人とかそんななんか狭いキャパで出会えると思ったらもう興奮みたいな感じなんですけど、まあ、割と序盤から、うん、まあ、タフなこうダンスパフォーマンスとかも求められる曲が続いてて、うん、まあ、メンバーが割と体力的に疲れてるタイミングかなと思ったんですね、うん、ここまでの曲の流れを見て、はい、ただまあ最後のフィルムアウトで、まあ、バラードなんで休んでるんで、もう一曲ちょっと彼らを休ませる曲、うん、まあ、ダンスとかをそんなに激しくしなくていいみたいな視点で、うん、でかつ私が大好きな曲でオータムリーブズっていう曲があります、はい、うん、オータムリーブズ、はい、それもフィルムアウトもバックナンバーのいおりさんが作ってるから、まあ、切ない恋愛の曲ですけど、うん、オータムリーブズも
まあなんかこう恋の終わりみたいな、うん、もうめちゃくちゃ切ない曲でめっちゃいい曲があって、うん、私の大好きなユンギが、まあ、メインで作ってる曲にもなってます、うん、はい。じゃあ、まあ、バラードを2曲続けていくという感じですね。はい、はいはい。でその後は、うん、まあ、申し訳メンバーに申し訳ないですけど、やっぱりあのちょっとこう自分が好きな曲も聴きたいし、うん、踊ってるとこ見たいっていうので、うん、あのちょっと2曲まとめてお話ししちゃうと、Save Me っていう曲、はい、うん、でその後に I'm Fine っていう曲、うん、もしかしたらちょっとお気づきかもしれないんですけど、うん、この曲、まあ、対になっているんですよ。あ、アンサーソングみたいなこと。そうです、うん、はい、その通りで、うん、あの Save Me のアンサーソングが I'm Fine になってて、あの少しこう音程キーは違うんですけど、イントロが同じ曲になってて、うん、なんかこう、まあ、BTS の、まあ、K-POP 全般そうなのかもしれないですけど、あのコンセプトとかそのストーリー性がこう、うん、まあ、出してる曲とかにもこうあるのが結構多くて、うん、まあ、そこがすごくあの好きな部分でもあるので、うん、その2曲をこう選んだんですけど、うん、あのこれってあの単純に対みたい な、 なんか世界観がつながってるってだけじゃなくて、本当にこう、まあ、これもアーミーたちがこう勝手に考察してるだけではあるんですけど、こう歌詞一文一文が本当にこう対になってるとか、あと I'm Fine の方をこう逆再生するとセーブミーに聞こえるとか、なんか本当に細かいあのそのギミックみたいので対になってるっていうのもまたちょっとこうくすぐられる部分というか、うん、はい、なるほど、ね、になっていて、あのとってもあのその流れでぜひ聞きたい、あの昔よくやってたっぽくて、その、 あの流れでのパフォーマンスとか、うん、それはちょっと聞きたいなと思いました、うん、はい。その武道館ライブの様子はどれぐらいの席で見てるイメージですか？どうしよう、いやもうできればあのさ、なんかこう、まあ、武道館のちょっとその、うん、すみません、細かく配置が、うん、どういうセッティングにするかにも、まあね、中央にするのかにも、でも中央360度のイメージではみんな来てるかな、はいはい、であればそのメインステージのできれば最前列に、うん、はい、もうちょっといくらでも払うんで貯金全部払うんで行きたいです、うん、なるほどね。最後にこのままね、4日目5日目と続くわけですけれども、はいはい、次のアーミーに対して一言、はい、一言、うん、そうですね、あの、まあ、まず同じアーミーであることを嬉しく思います、うん、インタビュー頑張ってくださいっていうのと、あの、まあ、やっぱりちょっと今セットリストかなりあのメンバー的にはきつい感じになってきてるんで、うん、まあ、その子配慮もした、うん、あの感じにしてもらえるといいんじゃないかっていう、少しすいません老婆心を働かせてしまいました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。BTS らしい世界観を反映したセットリストになってきましたね。明日はどんなアーミーが登場するのかお楽しみに。最後に Spotify でお聞きの方は番組フォローお願いします。ベルのマークを押していただけると更新された時に通知がいくので便利です。フォローするだけで番組のサポートにつながりますのでご協力お願いします。 Apple Podcast で聞いてくださっている方はあなたの感想をぜひレビューしてください。いただいたコメントはすべて読んでいますので、今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています。インタビュー会は YouTube にもアップしているので聞きやすいものでお楽しみください。それでは今回は BTS をごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。